どうも、トビアンです。プロ野球スピリッツ2010準決勝行きたいと思います。千葉ロッテマリーンズと対戦。また今岡さんいる3番バッター、さあ行きましょう。現在の我が軍の戦力こちら。さあ前回打撃戦で横浜を撃破しました。今回もいけるんでしょうか。アイテムね、あのバント職人っていうアイテムだけ使っていきたいと思います。ダンシング羊、千葉ロッテさん6軍、格上かなこれ。今からお伝えしてまいります。お隣には辰川光雄さん。さあ、この2人の解説で。これ甲子園か。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ試合開始の準備。先発矢抜きでいきたいと思います。あ、西田さんよく合うね。うちのチームにもいる西田。いきなり打たれた。フォッサムとね、中継ぎ木塚はね、疲労度があるんでオフになっております。バントシフト。まず最初のバッターにヒットを打たれています。あ、うまくバントされたけど、セカンド間に合うか。うわー、オールセーフ。最悪だ。フィルダースチョイスになりました。これはまずい。矢抜き耐えてくれ。バックホーム。ノーアウト満塁です。3塁ストップ。さあノーアウトフルベース。いきなりピンチを迎えています。どうしよう。コーチ派遣するか。コーチ派遣。監督の期待に応えられるんでしょうか。まあ三振狙い。ノーアウト満塁の大ピンチ。よし。これはバッター手が出ません。さあ次どうする。そして5番バッターに変わります。内藤。打たせて取るか。作戦仕掛けてくる。先制点できるという状況ですからね。スクイズ警戒かな。じっくり行きたい。5番バッターにスクイズさせる。いやー、でももう打たせて取ろう。ワンアウトになっています。ミート重視。インコースター。いやー抜かれたー。レフトの前ワンバウンドになりました。セカンドランナー三塁を蹴った。三塁ランナーがいやー2点タイムリーか。嫌いだからむしろ厳しい。今日も厳しい戦いになりそうだ。なんといっても相手6軍だからね。そうですね。格上か。そして次のバッターとなります。田島。チャンスの目は広がりました。ストレート。いやーそこ届かないか。セカンドランナーは三塁ストップ。ワンアウト満塁。ワンアウトフルベース。追加点。そして7番斉藤。打たせて取ろうぜ。打たせて。すでに2点を与えています。ほらほらほら、フライになった。インフィールドフライ。取ってツーアウト。ツーアウト満塁。さあここ2点で終わるのか、追加点取られるかは大事ですね。圧倒的なねスタートですけど、まだリード取れますからね。そうだね。ストライク先行。初回に先制点。後続は勝ちたいところなんですが、高めを打ってサードへの打球。セカンドでいいでしょう。オッケー。スリーアウトチェンジ。さあ厳しい戦いになりましたが、ミート重視でいつものように行くか。そしてマリーンズの先発ピッチャー、相手ピッチャー、そのピッチングはどうか。19試合登板、阿部健太、防御率 3.27。 これはちょっと嫌ですね。基本に忠実ないいバッターですよ。さあ西田。これは野球の原点ですからね。そうですか。右ピッチャー。素直にコーチの指導を打ち上げた。これは高く上がったレフトです。取ってワンアウトになりました。次のバッターはどんどん行こう。桂木。左のバッターボックスに入りました。ストレート OK。これはファースト。これは十分間に合います。アウトです。そしてバッターは3番リン。長打狙いで行こう。ツーアウトランナーなし。トップバッターは外野フライ。そのストライク先行。終わらせました。空振り三振。どん前。スリーアウトチェン。最後はバットに当てた。いや、このピッチャーはどうなんだろうか。打たして取る。さあ2回以降立ち直れるか。マリーンズの攻撃。先頭バッターはピッチャー阿部。このゲームの最初の打席になります。あっと空振り三振。空を切らせました。まあピッチャーだからね。さあもう2巡目か。この回はワンアウト。31球。高いボールを打ちました。ナイスキャッチ。セカンドライナーに倒れました。そして次の2番根本。左のバッター。セカンド森岡。ツーアウトになっています。低いボール。ショートへの打球。ショート取った。一塁へ。一塁。これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。よし、これで落ち着いていこうぜ。一巡目はミート重視でいこう。
2回の裏タイガースの攻撃、トップバッターリボン、さあ4番です。まずは塁に出たい、この回の攻撃になります。打ちました、左への打球です。取って一塁送球、一塁アウト、ショートゴロに終わっています。さあまずは初ヒット打たないとね、どうしようもないぞ。岡崎が打ったか、左中間、セカンドいけるでしょこれ。いや頼りになるな岡崎。岡崎3番バッターにしてもいいけどね。中西、ナイスバッティング。さあサードを回れるか、回った、打球がそれた、やりました、ナイスバッティング、中西。そして打順が変わります、下久保、下久保、この回はワンアウトからツーベース、その後ヒットを打たれています。フォアボール、あっと決まった、三振、三振かよ、スライダー、アウトが一つ増えて次のバッターです、森岡、二回の裏ツーアウト、そして左バッターの森岡、これはまっすぐ上げてしまった、これはナイスバッティング、ヒットになる、さすが左バッター。まあピッチャーのとこだからね、これしょうがないよな。ヤヌキ、これは打てなくてしょうがない。打ち上げて、この打球はセンターです、これ詰まってますよ。まあまあこれがね、さて試合は1点差となってセリーグ方式ですから、 DH なし。3回の表マリーンズの攻撃、この回クリーンナップから攻撃、クリーンナップからか、今岡調子がいいんだよね。当たりは良かったけどラッキーだ。次の4番、4番木田、ワンアウトになっています。ホームラン2本、打った、いやー強烈な打球、ここでランナーを出しました、センターへのヒットを放ちました。さすがにショート西田も取れない。内藤、初回の第1打席タイムリーヒット。さあ矢貫落ち着いてきたか、ゲッツーいけるか、うまい、ナイスプレー。さあ1点追いかけよう。3回の裏タイガースの攻撃、西田からです。バッターが2打席目に入っていきます。西田、ちょっと今日調子悪いんだよね。真ん中打った、内野安打いけるか、一塁へ、一塁アウト、届かない、に終わりました。打順が移ります、カツラギ、この前の打席はきっちり捉えたんですが、ファーストゴロに倒れています。阪神ですからね、カツラギ、オリックスと阪神、一塁に送ります、アウト、まあ、オリックスで4年、阪神で6年ぐらい、障害打率、カツラギ障害打率2割4分8厘。3回を終了、はい、4回の表マリーンズ、あ、先ほどヒット、トップバッター田島、右田島江さん、さっきヒット打たれてます、ファウルでしょ、危ねえ、左に切ました、ファウルボール、これマリーンズリードし、よし、大きいの狙ってたかな、田島江さん、ということでね、いい形の攻めができていると思います。さあ矢貫落ち着いてきたか、やはり初回に打たれることが多いよね、うちのピッチャーね。これはライナー性ワンバウンドヒットになりました、ランナーが出る。さあ辰川さん、今のバッティング、さあここで守ろう、まっすぐであればね、打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。打たれるのも時間の問題って言われてる、打ただけ左方向、これぐらい取りました、これで2アウト、サードフライに終わりました。阿部、2アウトで次のバッターを迎え、ピッチャーだよね、左のバッターボックスに入っています。ピッチャーに打たれたか、これは取れない、ワンバウンドヒット、それは痛いな。さあこれ繋がれ、ここちょっと怖いね。西田、ランナー、あーっと高めのボール球、ショートへの打球、よっしゃー、オッケー、チェンジ、1点を争う、1点をいつも争っております。速いボールにも対処できるバットコントロールがあるんですよね。さあ4番、インサイドアウト、インコース打って、ナイスバッティング、ワンバウンドになりました、ランナーが出る、さあノーアウト、え、足遅いけどいけるかこれ、オッケー、ノーアウト。さあそして当たっている岡崎、あらーこれはダメだ、これ詰まったような感じですね、ランナーいいだからね。さあそして中西、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。一本一本、これも上げてしまった、高い打球になりました。ここで1本欲しいよ。ファーストフライに倒れました、下久保、先ほど見逃し三振、進めませんのでね。そうですね、あ、ゴロになります、この回ゼロということになるんでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、
続きませんね。4番が返す形にしたいよね。5回の表マリーンズの、まあまたチャンスは来る。2番から始まります。ここは踏ん張ろう。矢抜き、この試合打たれたヒットの数が7となっています。先頭バッター、それは良くないよね。次のバッターを迎えます。バントシフト、盗塁、狙ってきた。投球入らない。アウトでしょ。タッチして、オッケー。盗塁失敗。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、レフトフライ。キャッチャー岡崎ナイスです。打球はサードへ、一塁へ送ります。よし、これは余裕があります。アウトです。打順が移ります。さあ4番か、左の打席に入っ、木田さんスイッチヒッターなんだね。さあこれはいい当たり、1、2、3、4、打球は、いやこれ盗塁、ツーアウトから塁に出ます。ねえ、ライトへヒットされてたらやばかったよね。次のバッターとなります内藤。内藤さん先発の投げ合いで5回に入っています。いやこれは長打コース、まずいぞ。際どいところフェアです。ホームに返すなよ。ライトからセカンドへ、ツーベースヒット。ツーアウトながらランナー三塁二塁、追加点の加島井さん。そして打順は6番、この人思い切り振ってくるでしょ。やっぱり追加点できる。いやどうしよう、コーチ派遣しようか。コーチ派遣して、はい、監督の期待に応えられるんでしょうか。そうだね、ボール先行でいいんじゃない。ボール先行。さあ3回目のバッターボックス、これ長打重視だ。おい、これファーストは間に合うか。抑えた、一塁送球。よし、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあコーチ派遣者、どうしよう、もう積極的に行くか。積極的に行ってみよう。5回の裏タイガースの攻撃、先頭のバッター森岡、今日の奪三振の数は3となっています。積極的に、47球しか投げてないよ相手のピッチャー。マジか、打たせて取られてるな。セカンドフライに倒れました。矢抜きのとこか。まあちょっと代打出せないね。ランナー出てたらね。ナイスバッティング、ヒットになります。勝川さん、今のバッティングはヒットになりましたけどね。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。いやこれはもうね、どうしようかな。積極的にいけ。変化球打った。あ、これゲッツーコース。うわー、見事にやられました。また見たいプレーでした。打たせとる、見事なファインプレーが出て、なお接戦が我慢ですね。いや雨の覚めるようなプレーでしたね。斉藤チームを救いましたね。矢抜き、高め、ファーストへの打球、OK、自分で足、このままキャンバスに入ってアウトです。ナイス、右のバッターです。荒川、右のバッター、ワンアウト、ワンアウト。矢抜きも90球、打った、ライナー性の当たり。そろそろ限界か。ワンバウンド、さあランナーがここで出ます。これがこの試合初めてのヒットになります。そして次のバッターを迎えます。作戦仕掛けてきた。ピッチャーのとこだよね。あ、バントシフトだよね、こりゃバント失敗するか。よし、失敗だ。取って、これで2キャッチャーフライに倒れました。でも阿部まだ続投なんだね。西田攻めあぐねてるからね。今日4回目のバッター、また上がった、打ち上げて。よし、矢吹ももう限界ですね。100球近くて3アウトチェンジ。さあタイガース、さあどうしよう、積極的に行こう。今日は立ち上がりからコントロールを安定しているチェンジアップが多いんだ。それにちょっと詰まらされてるのかね。6回の裏タイガースの、積極的に行くとよくダメかもね。桂木代打出した方がいいって言ってるよ。低め打って一塁間の当たり、よし抜けた。ナイスバッティング。ノーアウトからランナーを出します。さあクリーンナップだ。リンに任せよう。よし来た、連打。ここで来ました、4番にチャンス。レフトへヒットを打ちました。さあ、あ、ごめん間違った、4番にチャンス。ここはもう監督出ます。ここが勝負だ。監督の期待に応えられるんでしょうか。お前にかかっているんだ。プレッシャーをかけるつもりはないかな。いきなりランナー2人を出しています。どうだ、4番の一振り、いったか、いったか、いったか、入りました。監督冥利につきますね。これイボムホやってくれました。逆転スリーランホームラン、ドラマティック阪神、今逆転のホームイン4対2。そしてナインの祝福を受けます。3点を加えます。いや監督の顔を見せて、見せたいね。マリーン今日初めてのピッチャー、ノックアウト、ピッチャー交代。2点をリードされて、よし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 、どんな投球を見せるか。バッター岡崎、右のバッター、さあまだノーアウトですよ。4回の第2打席、レフトフライに倒れています。
積極的に行ったのがね良かったけど、すごい風があるね。これでワンアウト、打順が移ります。中西、これが今日3回目の打席。はもう勝ってる時はもうしませんよ、守備重視でね。一塁に送ります。なかなか代打出しづらい。ショートゴロに終わっています。次のバッターが入ります。下久保。ここでヒット打てばピッチャーまで回らないか。下久保、森岡だから一塁に送ります。まあしょうがない。これは余裕。次回下位打線か。ファンの歓声を浴びながら、さあでもピッチャー交代しようか。欲しいこの場面、ピッチャー交代、継投します。矢抜きから、西川調子いいな。西川にしようか。西川オリックス、西川雅人オリックス、2009年から2012年、障害防御率 6.75、 まあ6点台だね。結構打たれてるけど今日は調子いいということで。ノーアウトランナー、西川。いや辰川さん、ここはどうする。小さなフライ、上がったか。前に出ます。西川では無理か。ノーアウトからランナーを出していきます。いやそんなことはない。クリーンアップへと入っていきます。今岡右打席に入っています。西川行け。高めのボール球、手を出した。上がったか。これも連打食らいました。西川どうした。ヒットでつなぎました。そしてクリーンアップ西川には重かったか。ピッチャー交代。清水が調子いい。清水152キロ。あ、対ランナーがいるとマイナスなんだ。嘘でしょ。菊池にしようか。菊池和正、障害防御率 3.54、 日本ハムで三振欲しいな。日本ハムで2005年から2010年、横浜で2010年から2014年。いきなりランナーを背負っての登板。菊池頼む。大ピンチ。ああマリーン、この試合はスタメン全員。これは当てたんだけ。インフィールドフライ。インフィールドフライです。まずはワンアウト。ファーストフライに終わりました。やっぱりね、ここはゴロ。それも右へゴロですよ。そうですね。さあバント逆境に強い。ここします。うわどうしよう。どうでしょうね。こっからバントはしてこないと思うんだよね。三振狙いだ。監督の期待に応えられるんでしょうか。あ、監督出てきました。鋭い当たり。嘘でしょ。逆転スリーラン。ってことだ。ライトスタンドに突き刺さりました。そして逆転のホームイン、5対4。まさかのドラマティック。ピッチャー交代。ここで炎上してしまいました。竹内出すのまだ早い。高堀和也打たせて取る。ワンアウトからの登板となります。楽天で2012年から13年。ということでこれプロスピ2010だから成績はなしだね。田島、一度の出塁がありました。今日のゲームです。ストレート打ちました。サードへの打球、取った。一塁へ。一塁はアウトになります。次のバッター、これが4回目の打席。まっすぐ打ちました。低い打球。これで3アウト。なんとか引き締めました。気分よく守備につきます。さあ3点取ったら取り返された。7回の裏、タイガースの攻撃。森岡本日1本ヒット。チャンスのきっかけを作りたい場面です。変化球打って上がった。変化球か。まあカーブですけどね、引っ掛けたんでしょうね。センターフライに倒れました。高堀のとこ代打だね。代打。どうしようかね。内藤行くか。内藤、これ代打行きますね。ランナーを出したい。内藤、障害打率2割2分。2011年横浜でレギュラーだったんだよね。それ以降2006年から2012年、横浜。苦しんでいます。そして打順が西田。
どうしよっかな。どうする、ダイソー出すか。ちょっと待ってね。あ、しまった変化球を上げてしまった。これはどうでしょうか。まあ自分のバッティングはね、全くさせてもらえませんでしたね。ちょっと待って、ダイソー内藤のとこ、野中、さあタイガース、カツラギどうしようか。ツーアウト、盗塁だ。おっとファーストランナースタート、見送ってストライク、セーフ、盗塁成功。よし、諦めばね、チームは助かりますよ。カツラギのとこ代打行く。福田、さあ頼む福田、長打ありますよ。このような状況ですのでね、福田信正、中日ドラゴンズ2009年から2022年、障害打率2割5分8厘、今も活躍、福田取ってスリーアウトチェンジ。接戦が続きます。1点差。さあそして、福田のとこですね、外野、あ、まずピッチャーか。そうだね、竹内投入する。竹内、いや清水にしよう、清水。あ、で守備交代だね、守備で交代で福田のところをレフトだから柴田にしましょうかね。はい、清水、4回目のピッチャー交代です。清水明信、中日ドラゴンズ、障害防御率 3.9。 8回の表マリーンズの攻撃、先頭のバッター荒川、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。落ちるボール打ってショートへの当たり、取りました。1塁へ、あと2回しかないのか。余裕がありました。ショートゴロに終わりました。1点、決勝に行きたいね。欲しい場面、マリーン、ここは代打を告げました。この代打ショートになっています。セカンドが取ります。一塁に送ります。よし、OK、これはアウトです。打順がトップに返ってきます。さあここ大事。このゲームはここまで4打数1安打。これはデッドボール、デッドボールです。まあ当てた後は瞬時に気持ちを切り替えないといけませんよ。瞬時にですか、かかったことにする感じですね。今日1本のヒット、バッターは2番細谷、8回の表ツーアウトです。まあ打たせて取れていいかな。盗塁、ランナーがスタートします。アウトでしょ。よっしゃー、岡崎仕事した。マリーンズ無得点に終わって、基本に戻ってミート重視。あ、岩田絶対的な自信を持つスライダー、球界最高、すごいの出てきた。なんか レジェンド出てきたよ。ここで3番手ピッチャー、コメントある人すごいよね。8回の裏タイガースの攻撃、打順これはまずい。リンウェイツ左ボックスに入りました。防御率2点台の人出てきたよ、マジか。これは高い打球だ。こんな人残してたんだ。ショートフライに倒れました。さあ先ほどスリーランホームランのいい、今日4度目のバッターボックス、高めのボールが打球はサードへ、取った一塁へ。積極的に逃げてなってるね、作戦ミートに徹しろ。早くもツーアウトにしています。ポール先行、変化しました。これはファースト取って一塁に送ります。いやー岩田さんきついなこれ。8回を終了、タイガース。さあ9回ぐらいがまだ残っている。代打で登場した最初の打席、センターへのヒットを放ちます。清水よかったから続投だけど甘くなかった。ピッチャー交代だ、ピッチャー交代。さあノーアウト、マリーンズ竹内行くか。竹内疲労度が残ってんだよねこれ。なんか表示されないけどね、ここ行こう。抑えのエース出てきました、竹内。タイガース1軍登板成績なし。1点差の場面、
今日のバッティングなんですが、4打数です。いやー、長打コースファウルだ。危ない。この回ヒットを打たれています。これは強い当たりだ。いやー、なんてこった。さあ、ファーストランナー2塁を蹴った。さあ、ヒットが飛び出した。ボールはレフトからセカンドへ。ツーベースヒット。竹内疲労が残っているのか。ダメ押しのチャンスとなりました。さあ、ダメ押し点の欲しい画面。マリーン、タイムあと1回しかできない。意外だというか、もう驚きましたね。ノーアウト2塁3塁、三振狙い。この回2本のヒットを許しています。打った、セカンドの前、飛びました。よし、ランナー動けない。よし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 、アウトです。そして5番、あ、先ほどホームラン、スリーランホームランの人、ボックスです。この回の打順がね、これはいい当たりだ。いやー、長打コース。これは試合が決まったか。3点差。そして次、田島さん、1本ずつのホームラン、まっすぐ落ちました。いやー、セカンドランナーは3塁です。3塁ストップ。さあ、ワンアウトランナー3塁1塁、ダメ押しのチャンスを作りました。そしてピッチャー交代するか。斉藤、その注目のバッター。なかなか黄金リレーが固まってないよね。しかしピッチャーとしては確実、カードをピッチャー引いた方がいいかもね。中継ぎ以降の山崎、マウンドが変わります。山崎さとし、防御率、障害防御率 5.15 よくないよね。西武ライオンズ2004年から2008年、作戦仕掛けてきた。うわ、スクイズ警戒、盗塁か。ランナースタートします。サードランナーはストライクになったが、止めた。盗塁成功。作戦仕掛けてくるか。もうタイムできません。成績をご紹介しましょう。4打数の1安打、変化球、小さなフライ、上がりました。さあ、前に出ます。いやー、ワンバウンドした。さあ、この回一気に攻めていきます。アパックホームセーフ。8対4。いやー、これはもうロッテに拍手を送りましょう。さ、皆さん欲しいこの場面。そして次のバッターを迎えます、荒川。あー、転がってしまった。ナイスキャッチ。ファインプレーはアウト。気持ちナイスゲッツ。ですね、これでスリーアウト、ゲッツーに切り抜けました。いや、もう積極的にいくか。最後はね、1点でも返しましょう。4点差。あ、ピッチャー変わったね、ラッキー。マリーン、いや、ピッチャー変えなかったら嫌だったけど。さあ、これはピッチャー変わったからチャンスだよ。塁に出たい。最終回のバッターボックス。では中西、先頭バッター三振に切って取りました。なんだ、何かが変わった。キャッチャーが変わりましたか。さあ、マリーン守備が変わります。あ、もうタイムできないんだ。ここでタイムできなかったら代打を出せないって致命的だね。抜かされました。高い打球になりました。この打球は追い込まれました。センターフライに終わりました。そしてバッターは8番森岡。森岡、当然凡退するとここで試合は終わります。最後の1球になるか。打って高いバウンドになりました。最後は完璧に8回9回抑えられたね。強かったです、ロッテ。500VP 獲得。いや、強かった。お互いスリーランホームランを打って、準決勝で敗れてしまいました。ヒット18本も打たれたらね、そうなるよね。経験値得ました。矢抜きも経験値。クライムグランプリ準決勝敗退。 2300SC、はい、ということで、まあ次回はちょっと一度負けたので強化試合またやりましょうかね。そして選手カードなんですけど、あ、お得ノーマルパック。あ、星2は弱いね。星7の人いますね。あ、西口、まあアイテムカードちょっと購入するの控えましょうかね。で、いらない選手カードを売却できるということで、まあ次回ちょっと売却してチームをね強化したいと思います。今回手に入れたアイテムチェックしましょうか。西口、いいんじゃないかな。星7、レギュラーの人じゃない。西口、金沢、ピッチャーが欲しい時にピッチャー2人来てくれましたね。
ちょっと詳しくね次回までに調べておきたいと思います。この2人人気もありますよ。西口、次回もお楽しみに。さよなら。